スタバ買って高速道路乗って夕方ぐらいに海風に当たる。どう？つまんなそう。あのこれまだのなすびちば。えじゃあな。はい、じゃあエルさん、皆さんこんにちは。はい、本日は皆さん僕一人スタートということで、本日は兄にドッキリはしません。本日は検証動画でございます。いつもなら僕は兄をいじめているんですけど、本日は兄をいじめません。本日はただただ兄を観察していこうと思います。ってことで本日の契約、いつも元気な弟のテンションが低すぎたら兄はどうするのか。そうですよ皆さん、いつもハイテンション、いつも元気なこの僕イペックエネスのテンションが低すぎたら、果たして兄は心配してくれるのか、どんな反応をするのか見ていこうと思います。実は僕ら MN 本日休みでございます。いや何ヶ月ぶりだろう休みって。今日は撮影も編集もないんですよ。休み万歳って。待てよ、今俺動画撮ってるってことはこれ休みじゃねえわ。あやらかした。やっと休めると思ったのに。本日まだ僕は兄と一回も会っていないんですよ。先ほど兄から LINE が来ました。エネス、今日久々の休みだしどっか行こうぜ、出かけようぜ。僕はですね、うん分かった、そうしようと落ち込んでいる感じで LINE をしました。それでは皆さん、いつも元気な弟のテンションが低すぎたら、果たして兄は心配してくれるのか、皆さん一緒に見ていきましょう。それではいつも元気なイネス君、落ち込んでいきます。お待たせしました。ありがとう。これもありがとうな。うん、よし、ちょっと遅くなったけどまだまだ楽しめるよ。休みを楽しもう。どうしたの？ん？どうしたの？無言でベルト閉めて。何？いや、なんもないよ。お前今日休みだぞ。何ヶ月ぶり？ 1 ヶ月ぐらい経つんじゃね？久々の休みだな。海とか行こうか。海？江ノ島の方とかまだ楽しめんじゃない？無理？いや、まだ寒いじゃん。どうしよう。どこ行きたい？特に行きたい場所ないんだよね。はい？特に行きたい場所なくね？なんでわざわざ外でも。何すんのお前、家でバカみたいに。お前カップルみたいに何テレビ見んの、映画見んの。いいよ、ネットフリックスも。ネットフリックスもつまんないの。面白い映画。どうした、お前5月病？いや別にどうもしてないけど、無気力なんだよね。なんかオルムイズニースゲゼルンデディキアラバヤビンデディキケメルムズタクティクヨラチクジャーズネリーギットミクスウルス。Oğlum izinli olsak ne olacak? Yarın yine çalışacağız zaten. Yarın çalışacağız oğlum. Hayat böyle, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yarın yine çalışacağız. Ondan sonra yine çalışacağız. Ondan sonra yine izin yapacağız. Böyle hayat. Tamam sür de hadi bakarız. Nereye süreyim? Denize mi gidelim? Ne yapalım? Biraz deniz sarısı alalım. Veya... Kahve içelim mi? Bir kahve içelim. Oğlum kahve içip ne yapacağız? Oğlum bir şey söyle, ona göre gidelim. Tamam hadi. Tamam bas işte, buluruz bir şeyler. Stavana mı? Stavana normal mi? なんでだよ、お前抹茶好きじゃん。抹茶ティー、フラペチーノだっけなんだっけ。あれも飽きた。マンゴーパッション、フラペチーノ。飽きた、あれも。マンゴー、マンゴー。もういいからさ、なんでもいいよ。じゃあお前がやりたいことやろう。じゃあストラス、パッション、なんとかティー。俺は飲まない。ドトール。いいよ。行くよ、じゃあとりあえず。高速乗ろう。久々に高速乗ろう。高速乗って喉を潤わせて。いや高速もうるさいじゃん、なんかゆっくり行こう。下道でどこ行くの？下道でお前海辺行くってなったら遠いよこの時間から。お前よだからべるじゃん。右にたまにぶなるこ bak her gün burada her gün burada biraz dışarı çıkalım hayat nasılmış görelim 外の世界見てみよう一回。あんギターでや。だからこうなってんだよ多分俺ら今。なあ元気出そうよ、休みなんだって。お前明日また仕事っつってお前ね気分も悪くしたって意味ないんだって。ねえ明日仕事はどうせね、あの来るのやってくるの明日の仕事日は。だからこそ休みの日に思いっきりとリフレッシュして明日の仕事をぶっ飛ばそうぜ。分かったから行くよ、行くよ、行けって。あのこれまだのなすびちば。えじゃあなぜなすびちば、なんだ
集計。うまい飯でも食うか。もやし生活に飽きた。腹減ってない。しゃぶしゃぶ。しゃぶる。しゃぶるってそういうしゃぶるじゃないよ。ごめんね。勘違いしない。しゃぶしゃぶな。あー笑った。お前の冗談本当にはいい。違う、しゃぶるってしゃぶしゃぶをしゃぶしゃぶするって、ちょっとこれは今度ネタで使おう。しゃぶる。面白い。つまんない。面白くて。しゃぶる。しゃぶりまくる。しゃぶしゃぶをしゃぶりまくる。お下品だね。ごめんね。お下品なお兄ちゃんいて。やだね。せっかくの休みなのに、お前本当にネガティブだな。もう。伝わる。行きたくない。伝わった後にしゃぶる。行きたくない。伝わって、その後しゃぶしゃぶしゃぶりに行こう。スタバもシャブもいらない。シャブってそれ違うよお前。ちょっと怪しいよお前。ダメだよそういうこと言っちゃ。いいですか。うるさいな。黙っとけ。あ、このホテルで一泊する。しねえよ。家あるんだから。帰れ。もう家帰れ。違うよ、今出たばっかなんだから。家に帰ってどうするの。帰ってもいい。あ、どうぞ。ネリヒミシトスバカラバイチカルティクバキイジンニーズディクビンディクキメルミズタクティクガザバスティク。ほら、おどネリヒミシトスのレギット。だから俺の理想はスタバ買って高速道路乗って夕方ぐらいに海風に当たる。どう。つまんなそう。ああ、ボトムさん。ひとしやまきしてみろ。おお、ヘルグンギジャンルーニングセルセラマンヘルグンブリーディンバクカヌンブレアクードブレドッツドッツドッツチェプルになるけど、なんだ。あ、でまだドッキリやっ。やっさなきドッキリ。ドッキリそうだ。パラミョクパラミョクパラリンパラリンメレシカルツサイサガルセムナサカルツアルセムナマジソシエウジャケタ顔をしてどうしたの。つまらないなら俺はねワニになって踊れ。今すぐ右に入ったタクシーウインカー出したかバカ誰。うるさい。あいつウインカー出さないんだ。何さっきからふんふんって、行かない方がマジだろこんな。何ふんふんふん。ため息ため息ため息。疲れた俺が。ドッキリとかないの。いつものお前の血を騒がせろよ早く。ドッキリ。はい、何車壊してみた。壊せ早くやれ。もういい。いつものドッキリは元気出せよ。なんでてめえみたいに苦手なやつドライブしていけねえんだよ。早く元気出せ。元気出すの俺こっから去んねえからな。早くいつもみたいなドッキリやれ今から。はい、俺あっちで待ってやるからオープニングやれ。ここで早くしろ。はい、てつねー。いつも元気な弟のテンションが行き過ぎたらアニオドンスローガーでした。本日撮影しないと言いましたがごめんなさい。撮影しないで僕はいられないんですよ。ってことで回しちゃいました。休みじゃねえのかよ結局。事実上僕ら本日働いたことになるわけなんですよ。働いてるよバカだれね。お前のモチベーションスピーカーもやりながら動画も撮影してんだよ。いやいや最悪だろ。こういうやつとドライブしたくねえよ休みの日に。お前スタバ飲む。いらない。しゃぶる。しゃぶんない。何する。何もしない。てめえ何に来たんだよ。じゃあお前俺の休みを返せ。返ってください。これだけこういうことよろしくお願いします。よし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 。まあ1年に365回まあってやんのマジやんねえ。もうやんだ。あれあー俺の休みを返せマジ。テイムだよ。キャバクラ行こうぜ。キャバクラ。お前そんな元気ある。当たり前だろ。だからドッキリだって。元気じゃん。俺ずっと落ち込んでたけど下の方はもうずっと元気だった。ああ
でもカメラには俺の顔しか見えないし、みんな俺の下が元気って知らなかったもん。だってお前さ、あれ元気ないようにね、こっちはみんなにね、そういう風に見せられても、こっちはさ、いいからね、元気ないようにね、仕事してもできないもんね。勝手になんか元気になっちゃうから。このドッキリお前気づかはずだろ、お前下元気なんだから。そうそう、でもここまでさすがに、ね、俺ね、思考がちょっと回んなかった。ここ見れば分かったもんね、一発でこうなってるもん。俺こうだったじゃん、俺こうだったじゃん。でも下はこうだったから。お前東京タワー越してスカイツリー、お前行け早く、お前スカイツリーで立ち。せっかくさ、これいい感じに今元気なんだからさ、キャバクラ行って。バカ、おい、俺落ち込んでる、俺落ち込んでる、お前持ち込め、俺寝てる。バカお前、お前いろいろ言って、お前もう聞かれてバレたよ。お前顔が落ち込んでても下がビーミーってことがバレたよ。お前香水のせいだよ。バカお前、何が香水のせいだよ。お前これなんだよお前。じゃあ何のせいにする、何炎上か早く言えよ。お前これテンションのせいだって。テンション炎上だよ。誰、お前俺の休み返せ、今から行くべ。いやもうガチ、お前江ノ島行け。よいしょ、湘南の風に乗るぜ。